誰かを乗せると、結構面倒見が良くて、いろいろと世話になっていた職場の A さん。ある年、忘年会に行くのに、A さんは酒が飲めないからと送迎役をやっていた。でも、A さんと同期の人は、なぜか A さんの車に乗ろうとしない。聞いてみると、俺の車に誰か乗せると、何か出るらしいんだよ、と、わけのわからない答えが。A さんも笑いながら言っていたんで、冗談だと思っていた俺は、一人で A さんの車に乗り込んだ。しばらく走って、横断歩道に差し掛かった時、A さんが車を止めた。聞くと、子供が渡っているという。でも、俺の目には何も見えない。やがて車が走り出す。ほら、お辞儀してるよ、かわいいね。の声に、とっさに、サイドミラーで後ろを見ると、ランドセルを背負った子供が、頭を下げている。え?と、実際驚いて、振り返ってみても誰もいない。今の、幽霊ですか?と聞くと、え?あれ、幽霊だったの?と聞き返してくる。あまりにも無邪気に聞き返してくるから、ひょっとして自分が見間違えたのかな?と、そのまま口をつぐんだ。そうこうしているうちに、忘年会の会場に着いた。忘年会が終わって、再び A さんの車に。家まで送るよ、とのお言葉に甘えて、帰り道。青白い光が、目の前を横切った。大きさはピンポン玉くらい。人が歩くくらいのスピードの、光の玉を目撃した A さんが一言。こんな都会なのに、ホタルがいるよ。珍しいね。あの A さん、今、12月ですけど。本当だったら怖い体験のはずなのに、A さんのおかげでそれほど怖くはない。最近では、窓が閉まっているはずの走行中の車から、身を乗り出す子供が見えたりもしたけど、そんな時でも A さんは、最近の子供はすごいね、と笑っている。どんなことにも動じない A さんの姿にほんのり。安いアパート。これは俺が初めて一人暮らしをした時の話。社会人になって会社勤めをすることになった俺。だが会社には社員寮がなくて、貧血だった俺は、仕方なく会社近くの安いアパートを探すことにした。でも会社の近くの住宅地は、割と新しい時期にできた場所らしくて、どこも家賃が高かった。しばらく不動産屋を探し回ってみたのだが、いい物件は見つからずに諦めかけていたとき、偶然にもふと通りかかった不動産屋さんで、敷金礼金なしの月1万円という破格の物件を見つけることができた。俺は早速不動産屋に鍵を貸してもらって、その場所を見学させてもらうことにした。さすがに
1万円だけある。それが正直な感想だった。古い社員寮を改造したアパートで、トイレもなければ炊事場もない。ただの4畳半の部屋が一つあるだけ。しかもそこに住んでいる人間たちは、ホステス、寝たきり老人、リストラされたサラリーマン、借金持ち、そういったメンバーだ。家賃が1万円であることも、なんとなく頷けた。しかし俺には、選択肢などはなかった。高いアパートを借りるだけの金は、持ち合わせてはいない。大家さんには、もっといいところにすればいいのに、と言われたのだが、金がなかった俺は、結局その一番安い部屋を借りることにした。住んでみると、確かにトイレも共同で不便ではあったが、会社に行っている間は部屋にはいないし、帰っても出かけるか寝るかのどちらかなんで、最低限度の生活をするには不便はなかった。しかし、一つだけ困ったことがあった。それは、右隣の部屋に住む住人。姿を見たことはなくて、無人だと思っていたのだが、カーテンらしきものがかかっており、おそらくは寝たきりなんだろう。アパートには寝たきりの老人が多くて、よくヘルパーの人が出入りしていた。その隣人が何をするかというと、時々真夜中になると、なぜか壁をどんどんと叩いてくる。壁が薄いのだろうか、それが結構響くのだ。その音で思わず目が覚めてしまう。夜いきなり起こされた苛立ちから壁を殴って黙らせたこともあったけど、寝たきりの老人ということと破格の家賃であるという一種の諦めから、大家さんにもクレームをつけることはしないでおいた。なんだかんだで半年が過ぎ、貯金も貯まって、俺はもっといいアパートに引っ越すことになった。もうここに住むこともないだろう。そう思った俺は、例の困った隣人の話を大家さんにすることにした。すると、大家さんは怪訝な顔をして、あそこは借り手がつかないから、もうずっと誰も住んでいないはずなんだけど、と言う。あっけに取られた俺を見て、大家さんはしばらく考え込んでいたようだが、口を開いた。ごめんなさいね。なんであなたの部屋が安いかって言うと、昔、あそこで首を吊った人がいたのよ。あそこを借りた人は、みんなすぐ出て行ってしまうの。それは、あんな環境のせいだからって思っていたんだけど、もしかしたら違うのかもね。埋められた灯籠。この前のゴールデンウィークにばあちゃんの家に行ったんだ。いとことかもたくさん来ていて、小学生もたくさんいて盛り上がっていてさ、誰かがタイムカプセルを埋めようって言い出したんだ。なんかそいつの小学校で6年生が埋めていたから自分もやりたいとか言って、で、俺が一番年上だったから穴を掘ってやったんだ。最初は庭に掘ろうとしたんだけど、ばあちゃんにダメだって言われて、
隣の空き地とばあちゃん家の庭の境目くらいを掘った。もし隣の土地が売れて造成っていうの？家を建てるためになんか土とか掘り起こされるでしょ？それをされても大丈夫なようにかなり深く掘ってやろうって頑張って掘ったんだ。そうしたら土の中からでっかい石が出てきた。その石を掘り起こしてみたら灯籠みたいなやつで、下の土台のところには北、東、南、西ってひし形に掘ってあって、その文字と文字との間に鬼、呪い、鬼、呪いって掘ってあったんだ。なんだこれってことになって、でも近所の野獣まで来ていたおじさんたちは変な顔をして、お互い目で合図みたいなものをして、俺たちには、なんでもない、騒ぐなって言った。その夜、いとこのうち三人が高熱を出して、未だに一人はまだ熱が下がらなくて入院している。で、その灯籠をトラックに乗せて寺に持って行こうってなった時、灯籠を動かしたら中から四角い箱が出てきたんだ。小さな宝箱みたいな。もともとは赤色だったのかな。くすんだ色の箱。四隅に飾りがついている。それを開けてみたら、と言っても、すぐには開かなくて、ハンマーでぶったたいた。すると、中からは、和紙にくるまれた、髪の毛や爪、指輪、なんかよくわからないものが、ごちゃごちゃ入ってた。びっくりする俺たちを残して、近所のおじさんたちが、無表情で、さっさとそれを拾って、灯籠をトラックに乗せていった。話はそれだけなんだけど、昨日俺の弟が一人でゲームをやっていたんだけど、突然、音が変だって叫び出して、テレビの人が出てくる、鬼が、鬼がって号泣して、玄関に向かって走っていった。その直後、俺もなぜか、顎に激痛。殴られたみたいな痛さではなくて、顎の中に、直接注射されたみたいな、そんなひどい痛さ。弟はその後も、ちょっとおどおどしていたけど、普通に戻った。俺が見たその灯籠、なんか、関係しているんだろうか。あの灯籠のことを何か知っている人はいないか。あれが何なのか知りたいんだ。呪いなのか何なのか。あれから頭の中に何か入ってきたみたいで頭痛が収まらないんだ。じゃがいも。兄夫婦の嫁さんが教えてくれた話なんだけど、兄嫁、恵子さんのお父さんは昔から農家をしている人なんだけど、農家って小さい頃からお手伝いをさせられるから大変だったってよく愚痴をこぼしていた。そんな愚痴の流れと酒の勢いで出た話。当時恵子さんは小学生低学年くらいで家の作業を手伝っていた。恵子さんのお父さんはじゃがいもとかそばとか果てはわさびとかいろんなものを作っていた。なのであまり
収穫とかには機械を使わないので手作業だったらしい。これは機械が企画的に使えなかったそうだ。それでも無農薬で丹精込めて作った野菜は本当に美味しくて評判だった。ある日、恵子さんのお父さんのお兄さんが農家を辞めるって言うんで土地の一部を受け負った。そこそこの広さだし、元は蕎麦を育てていた土地だから、とりあえずジャガイモを植えて様子を見ることにした。そのジャガイモの最初の収穫の時、恵子さんが手作業で掘っていたら面白いものが出てきた。よく大根とかである人間みたいなジャガイモが取れたんだって。それもリアルな顔立ちをしていて、ジャガイモにしてはサイズもでかい。これは珍しいって言うんでお父さんに見せたら、よかったなって褒めてくれたそうだ。その芋は出荷しないで、その日にバター醤油で焼いて食べたんだが、お父さんの土地のジャガイモよりも美味しくない。でかくなりすぎているし、まだ整った土地とも言えないから、そんなもんなんだよってお父さんは教えてくれた。それから何度か植え付け、収穫を繰り返していたんだけど、必ず大きくて人間っぽいジャガイモが取れたらしい。よくよく思い返すと、いつも同じ場所でその人面ジャガイモは見つかるんだって。他のジャガイモはどんどん美味しくなるのに、そのジャガイモだけは美味しくないまま。で、取れるたび、毎回食卓に並ぶ。それが恵子さんが高校受験くらいまで続いたらしい。けど、恵子さんのお父さんのお兄さんが失踪してしまってから、人面芋は収穫できなくなった。それどころか、受け負っていた土地の作物が急に不作続きになって、結局荒れ地になってしまった。恵子さんのお父さん曰く、土に何かをしていたのかもなって気にも留めていなかった。恵子さんもそこまで気にはしていなかったが、尾を引く事件だったなとは言ってた。けど私からすると、そんな何かもしれない土地と物で育った得体の知れない野菜を食べているのかと不安になったよ。一番怖かった。最近思い出した話。数年前に友達と4人で旅行に出かけた。貧乏旅行だったんで、宿泊先は安宿に泊まることにした。外観はコンクリートの古い感じで、ちょっと大丈夫かなという感はあったけど、安さには変えられない。チェックインを済まし、部屋に入ると、8畳くらいの和室だった。外は天気がいいにもかかわらず、部屋は薄暗く、じめっとした空気が広がった。私も含めて4人とも、霊感などはなかったので、気持ち悪いね、などと言い合いながらも、酒を飲んだり、はしゃいだりして、深夜に寝床に着いた。私だけなかなか寝つけなかったんで、布団に入りながらテレビを見ていた。ふと隣に寝ていた友人を見ると、何やらもぞもぞと布団の中でしている。なんだろうとは思ったけど、いつの間にか私も寝てしまった。翌朝、やたらテンションの高い友達の元気がない。どうしたのかと聞いてみると、夜中、なかなか寝つけなかったんだけど、疲れていたんで、
なんとか眠ろうとしていたらしい。ふと、部屋の入り口との境の襖を見たら、襖の上のすりガラスに、人の形が見えたそうだ。誰かが通ったのかな、と思ったけど、部屋の鍵はかけたはず。そう思って、もう一度確認をしたが、やはり人が、しかも女が、こちらを見ていたらしい。私が、もぞもぞしているのを見たのは、どうやら、この直後らしく、一晩中ガタガタと震えていたらしい。先日この友人と、旅行でこんなことがあったね、って話していたら。うん、でもあれが一番怖かったよね。え？何のこと？ほら、入ってすぐ、部屋のいろんなとこ開けたりしてたじゃん。で、三面鏡があってさ、あんたが引き出し開けたら、古そうな薬がいっぱい入っててさ。そんな話を聞いても、全く記憶にない。怖い思いしたから、他のことと混ざっちゃったのかな、と思っていた。で、それをまた別の、一緒に旅行には行っていない友達に話したら。え、何言ってるの？あんた帰ってきて、すぐ怖かったって、その話してたよ。そう言われてしまった。健忘症でしょうかね。私自身の脳の衰えが、正直怖いんですけど。人形の記憶。前月に学校を辞めたゼミの先輩が残していった荷物がある。という話を久保から聞いた。ほとんど使われていない、ほこりっぽい、実験準備室の隅っこに置かれた、紺色ロッカーの中。汚れたつなぎや、新品同様の工具などと一緒に、ビデオテープが入った段ボールがあった。ラベルから、大半は実習のビデオやテレビの録画だということがわかる。ただ中に何本かラベルが貼っていないテープがあった。当時ビデオテープは貴重品だったんで、当たり障りのないやつはもらってしまおう。そう考えて、久保と二人で、ラベルのないテープをチェックすることにした。夜の10時頃、他のメンバーは帰宅しており、研究室には、私と久保の二人だけだった。デッキに、テープの最初の一本を挿入する。呪いのビデオだったりしてな、などと笑いながら、再生ボタンを押した。いきなり、人の顔が大写しになった。暗闇に、月のように浮かんだ真っ白な顔。思わず息を呑む。それは、日本人形だった。正面からの至近距離で少しブレている。口元が笑っているように見えた。暗いな。久保がモニターの明度を上げると、背景にほんのり格子模様が浮かび上がった。障子か？どうやら、和室で撮影されたもののようだ。電灯のような影も見える。画面に動きがないので静止画像かとも思ったのだが、デッキのカウンターは秒を刻んでいる。
おい、なんか聞こえないか？久保がそう言った。音量を上げてみる。チリン、チン、チリン。金属片が触れ合うような、かすかな音が聞こえてきた。気持ち悪いな。そう言って久保は、早送りに切り替えた。人形にも、部屋の様子にも、何ら変化は見られない。もういいだろ、止めようぜ。私は停止ボタンを押した。一瞬画面が揺らいで暗転した。頭の中には人形の白い顔が残像のように浮かんでいる。なんだか嫌な気分だった。それから2時間ほどかけて残りのテープを見たが、テレビ番組の録画ばかりだった。私と久保はテープを山分けして部屋を後にした。人形のテープは廊下の段ボールに戻す。駐輪場へと向かう途中、久保がボソッという感じでつぶやいた。俺さ、あの人形のやつ、どっかで見たような気がするんだよな。なんでかな。心中を見透かされたようだった。実は私も、それが気になっていたんだ。闇に佇む、白い人形の顔。金属が擦れるような音。ずっと昔、見聞きした記憶。久保と私の故郷は、数百キロも離れている。だから、その記憶が、同一の体験を元にしたものではないことは明らかだ。だから、テレビで見たんじゃないかな、と答えた。何の根拠もなかったが、それくらいしか考えることはできなかった。校門のところで、久保のバイクのリアランプを見送った後、私は自転車でアパートに戻った。暗い部屋の中に、私は立ちすくんでいる。懐かしいと同時に、とても不安な心持ちで、どこからか、チリン、チリンと音が響く。風鈴のような、モビールのような音。気がつくと、目の前に日本人形があった。微笑みを浮かべて、暗闇に佇んでいる。理由はわからないが、この人形は生きているという確信めいたものがあった。チリン、チリン。音はかすかに、しかし止むことなく鳴り続けている。人形は徐々に近づいてくるようだった。自分が動いているのか、人形が動いているのか、もはや区別がつかない。白い顔が視界を覆い始める。もう距離が近すぎてピントが合わないけれど、その表情は微笑みをたたえたまま何の変化もない。顔はただひたすら近づいてくる。私の顔に触れんばかりに。
ゆっくりと。すんでのところで悲鳴を飲み込み、私は目を覚ました。胸がドキドキしている。パジャマは寝汗でびっしょりだった。時計を見ると明け方の4時。のろのろと布団から這い出して隣の部屋に。電気をつける。座椅子に座って改めて夢の内容を思い出そうとした。だが途中で途切れてしまっている。迫り来る人形の顔。その先にひどく恐ろしい出来事があったはずなのに、時間の経過とともに記憶はチリチリに。結末は忘却の彼方へ。だがそれでも久保と二人で見たビデオの情景に酷似した夢であったことは覚えていて、眠気が追い払われるにはそれで十分だった。喉がカラカラに乾いていたんで、台所の蛇口から水を飲み、ついでに顔も洗った。ふとあたりにお香のような匂いが漂っていることに気がついた。ここで香を焚いたことなどはないのに。そう思った矢先、私はあることを思い出した。私には以前、これと全く同じ夢を見た記憶がある。暗闇に佇む自分。金属の音。近づいてくる人形。一人で寝ていたのだから、多分、小学生の頃だと思う。怖くて、別の部屋で寝ていた母親の布団に潜り込んだのを覚えている。さらにその時も、あたりにはお香の匂いが漂っていた。その匂いがきっかけとなって、私の記憶は呼び覚まされたのだった。回想の最中に電話が鳴った。一瞬ビクッとしたが、出てみると久保からだった。実は俺さ、今夢を見たんだけど。久保も同じ夢を見ていた。ビデオとそっくりの夢。人形の夢。それで思い出したんだけどさ、昔これと同じ夢を見ているんだよ俺。久保も私と同じ理由から怯えていた。とにかく部屋から離れたかったんで、私は久保に近くの深夜喫茶の名前を挙げて、そこで話をすることにして電話を切った。着替えている最中、敷いてある布団の方から視線を感じるような気がした。ゆっくりと視線を動かすと、布団の足元のところがちょうど猫くらいの大きさに膨らんでいて、そこの部分の端のところが少し持ち上がっていた。まるで布団の中から何かが覗いているようにも見える。震える手で着替えを済ませ、靴を履くのももどかしく、ドアを開けて外に出た。喫茶店で待ち続けたが、久保はなかなか現れなかった。心配だったが、部屋に行く勇気はなかなか湧いてこない。
やがて夜が明けて、あたりがすっかり明るくなってから、私は店を出て、久保が住むアパートに向かって自転車を漕いだ。途中、橋のたもとに人が集まっているのが見えた。嫌な予感がした。パトカーが2台停車していて、警官が交通整理をしている。2台のパトカーの間、橋の欄干の脇に久保のバイクが見えた。目撃者によると、久保は欄干を乗り越えて川に飛び込んだらしい。つまり事故ではない。バイクは車道の脇に止められていた。なぜそんなところから飛び降りたのか。理由は誰にもわからなかった。自ら死を選ぶ意志があったのかもわからずじまい。久保の遺体は500メートル下流で上がった。もちろん遺書などはなかった。はっきりとした動機も。私は一旦実家に戻って、アパートは引き払った。友達やゼミの教官に人形の話はしなかった。妙な噂を立てたくはなかったからだ。例のビデオテープは処分しようかとも思ったんだけれど、何かたたりがあっても嫌だったんで、誰にも見つからないようなところにそっと隠した。以来十数年、あの夢は見ていない。ただ目を覚ますと、香の匂いが立ち込めていることはある。特に何かがあるわけではないけれど、少し気味が悪い。祖母の家。小学生の時のこと、時期は忘れたけど、家族で祖母の家に行った時のこと。その家には祖母と父の兄が住んでいた。私はその家が苦手だった。家の中も外もどちらも変な雰囲気があったからで、一番嫌いだったのが一階の奥にある客間。そこに行くと頭痛がした。でもその日は日帰りのはずが、なぜか私が泊まりたいと発言して泊まることになった。ただ両親が明日仕事なので朝帰りで。その夜、やはり私たちはあの客間に寝ることに。気になるのは、隣の居間は物置になっている部屋。そこからなぜか人の気配がする。もちろん誰もいない。私は怖くて、自然に寝つくまで起きていた。ちなみに寝る位置は横並び。私は真ん中。ふと目が覚めた。お腹のあたりが重たくて、しかも体が動かない。必死に動くけど、重さでダメ。顔を開けて、お腹の上を見てみると、昭和風の女の子が、お腹の上に乗っかって笑っていた。口から上は、霞がかかったみたいになって見えなかった。この家には私以外、子供はいない。怖くて叫んでしまった。そして朝、目が覚めると、
いつも通りの朝だった。もしかしたら夢かもしれないけど、あの家には誰かがいる。あの気配を感じた客間は、生前祖父の部屋だった。さらに数年後、客間を母が掃除をしていた際、なんとなく携帯で動画を撮ってみると、掃除機に対して、うるさいと男の声が。しかも知らない声。そしてもう一つ、家の中でシャメして、数日経って画像を見てみると、なぜか真っ黒になったりしていた。今ではそんな感じはないけど、それでも、あの客間だけは怖い。水たまり。小学校低学年の頃の思い出だから、もう四半世紀を超えている。何分、かなり昔のことなんで、詳細を思い出すことはできないけど、友達七八人で道を歩いていた。自然と前後二つのグループに分かれて歩いていて、俺は前を歩くグループにいた。おそらくその頃流行っていたテレビ番組の話をしていたと思う。その日は雨の翌日で、道にはたくさん水たまりができていた。不意に後ろから叫び声が聞こえた。俺たちが振り向くと、後ろのグループのうちの一人が水たまりに片足を大きく突っ込んでいる。少なくとも膝までは浸かっていたと思う。一緒にいた友人が彼の肩や腕を支えて何とか転ばないでいた。彼は助けを借りて足を水たまりから引き出したが、みんな納得がいかない。だってその水たまりは全然深くないんだ。深いって言ってもせいぜい数センチくらいだろう。一人が恐る恐る水たまりに足を入れてみたが、靴の半分程度が水に浸かるくらいで、どこを踏んでも深いところなんかない。そのうち全員で試してみた。当然俺もやったけど、とても膝まではまるような深さではなかった。はまった彼の足は確かに水に濡れてはいたが、泥は靴底についていただけであった。鏡の女。父は元国鉄の職員。車掌をやっていた時期もあり、夜中に交代して寝台列車に乗ることもあった。そういう時は早めに休み、交代時間までに起きて準備をするわけだけど、父がよく利用していた某駅舎近くの仮眠所の話を以前してくれた。夜中のその仮眠所では、顔を洗う際、鏡で自分の顔を見ることはできないんだそうだ。なぜ見えないのか。父曰く、本来は自分が映るはずの鏡に女性の顔が映っていて、自分の顔が映らない、ということだった。毎回のことですっかり慣れた父には、さほど怖いことでもないだし、なぜそこに女性の霊が出てくるのかはわからない。ただ列車といえば死亡事故はとても多くて、飛び込みがあった時などは警察が来るまでの間、職員がご遺体と二人きりで待つなんてことも当たり前にあるらしい。
それは父自身も実際に体験はしたそうだ。鏡の中の女性は、職員の誰かが事故現場から連れてきてしまった女性なんだろうか。ちなみに今その仮眠所は取り壊されて別の建物が建っているらしい。タイムカプセルの手紙。俺の知り合いの超霊感体質の女性、42歳から聞いた不思議な話。ことの起こりは、彼女が中学校3年生の卒業前まで遡る。卒業を間近に控えていた彼女のクラスでは、卒業記念にと、クラス全員で未来の自分に宛てた手紙を書いて、校庭の桜の木の下に埋めたのだそうだ。時は流れ、彼女が30歳の時、当時の中学の旧友が集まり、同窓会があり、その時彼女は他のクラスメートたちに、卒業前に埋めたタイムカプセルのことを、ねえ、覚えてる？懐かしいよね？ってな感じで聞いてみた。ところが、その場にいた全員が全員、はあ？お前何言ってるの？そんなことしてないだろ？とタイムカプセルの存在を完全に否定する。だが彼女としては自分の記憶に確信があったし、他のみんなが覚えていないことの方が不思議だったんで、その場では絶対にタイムカプセルって埋めたよねって言い張ったんだけど、やはりみんなの記憶にはそんなものは存在していない。まあタイムカプセルの存在なんて実際の生活では特に何の影響もないわけで、結局その話は流れてしまったそうだ。だが彼女は一人その存在を確信していた。確かにあの時、校庭のあの場所に埋めたのだと。ただ彼女自身が未来の自分に宛てた手紙にどんなことを書いたのかだけはどうしても思い出すことができなかった。さらに時は流れて10年後、彼女が40歳の時、その母校の中学校では校舎の増築工事が行われることになった。新しい校舎が建設されるのは、彼女の記憶にあるタイムカプセルを埋めた場所。校庭に植えられていた桜の木のある場所だった。あの木を切って、その上に校舎を建てたら、カプセルは二度と取り出すことはできない。彼女はそう思ったのだが、どうすることもできなかった。ところが、工事の進捗に合わせて、そのタイムカプセルが工事関係者の手によって発見されたのだ。早速、同窓会名簿を通じて、当事者たちが母校に集結した。彼女以外のクラスメートは、30歳の同窓会でタイムカプセルの話をしたことだけは覚えており、なんでお前だけ覚えてて他の奴の記憶にはないんだと不思議がりはしたものの、取りも直さず各々が自分の手紙を開封して読んだそうだ。その時クラスメートの中で二十歳の若さで亡くなった Y 君という男子生徒の手紙を担任だった先生が代わりに開封したところ、その場が凍りついた。そしてさらに彼女が
自分に宛てて書いた手紙を他のクラスメートたちに見せたとき、その場にいた全員が顔面蒼白になった。Y 君の手紙。このカプセルはみんなが二十歳になったとき、その存在が記憶から消え去るだろう。そして20年後に再び思い出される。しかし俺は二十歳で死んでいるんだ。彼女の手紙。40歳の私へ。私は他のみんながカプセルの存在を忘れたとしても、私一人だけは絶対に忘れない。予言通り、二十歳で亡くなっていた Y 君。また、死んだ Y 君の手紙に呼応するかのような彼女の手紙。その手紙は書いた当時、それぞれ家で書いて、封をして持ち寄ったものだったし、彼女と Y 君は、示し合わせたわけでもなく、お互いの手紙の内容を知っていたわけでもない。そして手紙を書いた彼女自身でさえ、自分がそんなことを書いていたという記憶が全くなかったそうだ。一度、皆不思議なことがあるもんだと、妙に感心した様子。担任の先生は、これは本当に言霊の力だな。書いてあることが現実になっている。と、のたまったそうだけど、実は、彼女の母校であるこの中学校があった場所は、戦時中に大きな病院が建っていたとのことで、空襲で学徒動員の生徒たちが何十人も犠牲になった場所でもあった。そのため校内には慰霊碑まで建っているといういわくつきの土地。実際彼女が在学中、霊感が強い彼女は、何度も校内で心霊体験をしたとのことだ。タイムカプセルの手紙2。タイムカプセル関連で一つ思い出した。私が通っていた小学校でもタイムカプセルを埋めた。まあ、みんな忘れてしまったとかはなくて、同窓会で普通に掘り出して自分への手紙とか読んでた。ただ、クラスの人数は40人だったのに、手紙は41通あった。他の手紙はすべて記名してあるけど、41通目だけは無記名。その場にいた誰に聞いても、自分じゃないと言う。試しに開けて読んでみたら、その手紙には、山田和夫、〇〇大学2回生。川崎恵子、〇〇会社の社員。みたいな感じで、クラスメート全員の現在の学校や就職先が書かれていた。私の名前もあり、確かにそこに書いてある大学に通っている。他の子たちの分もすべて一致した。後日、同窓会に来なかった子たちに各自で連絡を取ってみたが、誰もそんな手紙は書いてないという。未だにあの手紙が何なのか誰もわからない。見知らぬ男性。
つい二日前のこと。中古の戸建てを購入するので、物件を見に行った。玄関を入って、まずリビングに向かった。私の家族が先に入っていたのだが、なぜか見知らぬ男性もいた。ただ作業服を着ていたし、何かの作業をしているようだったので、ああ、リフォーム業者の人か、と勝手に納得をした。一通り家の中を拝見して、自宅に帰り、家族と話し合い、この物件に決めようとした。そこでふと、昼間いた男性のことを話したら、誰もそんな人は見ていないとのこと。立ち会った不動産屋にも確認をしたけど、やはり誰もいなかったとのこと。やっぱりこの物件って、購入しない方がいいよね。A さんの家。大学の時の話なんだけど、6月頃だったかな。サークルの新刊も一段落したある日、ちょうどその時の部室にいた十数名で夕飯を食べに行ったんだ。郊外の学校だったから車4台に分乗して。で、夕飯の時に、他県からの一年生のところの近所の見どころなんかを話していて、その流れで心霊スポットに行くことに。不参加と門限組の一台を残して三台で向かったんだ。そこは A さんの家といって、一家全員が殺害されたっていう噂がある廃屋で、ダム湖のそばにあって、行くまでの道も雑草がすごく伸びたりしていて雰囲気が満点だった。で、一通り家を見たり集合写真撮ったりしたから、もう学校に戻ろうということになったんだ。学校までは40キロくらいあったから、途中でコンビニ休憩してしばらく駐車場で雑談をしていたんだけど、いつまで経っても、M ちゃんっていう女の子が戻ってこないんだよね。M ちゃん、トイレ長いなぁ。あれ？私今トイレから出てきたけど、お店の中誰もいなかったよ。っていうかさ、M ちゃんって誰？え？ A さん家から帰るとき、もう一回車開けしたじゃないですか。で、俺の車に来た子ですよ。行きの車に M ちゃんなんて乗ってなかったけど。ああ、俺の車も乗ってなかったぜ。後日、サークルの先輩から、A さんの家の長女の名前が、M ちゃんだということを聞かされました。M ちゃん、遊び半分でみんなで押しかけてごめんね。冥福をお祈りします。卒業アルバム。これまずいよ。そう言ったのは、卒業アルバム担当の川島先生だった。彼が机に置いた写真、それは3年 C 組のアルバム用の集合写真。他の先生が集まってくる。やだ、何これ？ C 組担当の萩田先生が、驚いて口元に手をやる。写真は校庭で写したもの。真ん中に先生、
それを取り囲むように生徒たち。一見変わった様子はないけど、その背景、右上にはっきりと男の顔が浮かんでいた。もう正真正銘の心霊写真である。どうしますか、先生？川島が萩田に聞いた。普通であれば、取り直すのが当然かもしれないけど、すでに三学期も後半。付属の高校ということもあり、生徒はほとんど登校してこない。次の登校日まで待っていたら、アルバムの制作の方が間に合わなくなる可能性がある。とは言っても、こんなにもはっきりと写っている写真をアルバムに載せてしまったら、生徒たちも何を言うかわからない。この時代は今のようなデジタル処理などはほとんどなく、不自然さがない修正は厳しかった。悩んでいるところに、過去何度かアルバム制作に関わった八代先生が助言を出した。だったら当日休んだ生徒がいるでしょ？その生徒の囲みをそこに入れたらどうですか？結局、この意見が採用された。しかしこの顔、2年前に亡くなった加藤君に似てるね。八代は写真を見ながらぼそっとつぶやいた。加藤君というのは、2年前の夏休みに田舎で首をつって亡くなった生徒だった。原因は不明。一説にはいじめがあったと言われているけど、はっきりとした裏は取れていない。その時の担任が萩田だった。え、嫌ですよ先生。そんな違いますよきっと。萩田はそう言ってハンカチで汗を拭った。こうして心霊写真は隠蔽されて、無事にアルバムは完成した。それから5年後、C組の同窓会が開かれた。しかし、全員出席とはならなかった。卒業して1年目に、2人の生徒が事故に遭い、亡くなっていたのである。その2人とは、卒業アルバムで、囲みとして写真を隠す役を務めた2人だった。死神です。私が警備員のバイトをしていた時のことです。転属先はとあるホテルで、夜間の勤務シフトは二人でやっていました。そこで警備会社の N さんと知り合ったんですけど、その N さんが体験した話です。数年前、ある家電メーカーで働いていた N さんは、リストラされてしまったそうです。そして、出向先の子会社から、手よく研修所に追われたそうです。関東の某所にある、寮付きの研修センターでは、メーカーのリストラ対象者が集められて、パソコンのスキルアップを強いられました。講習と技術検定、資格取得のハードスケジュールで、それをクリアした者だけが新たな勤務先に転属させられたそうです。N さんはそれについていけずに、かといって退職をする勇気もなく、精神的に追い込まれた状態でした。それでも、
土日研修所に残って、資格試験の勉強に勤しんでいたと言います。管理人は別棟で生活をしていて、寮には N さんただ一人。夜も更け、そろそろ寝ようかなと思い、建物の端にあるトイレに。日々のプレッシャーで腹を下し気味だった N さんは、ため息をつきながら便座に腰掛けました。シーンと静まり返った清潔なトイレ。ウォシュレットのボタンを押して、ささやかな気休めに浸っていると、トントントン。誰かがドアをノックしたそうです。N さんはとっさに管理人のおじさんかと思って、入ってますよ、と声をかけました。するとドアの向こうから、明らかに管理人ではない誰かが話しかけてきたそうです。〇〇さんですか？抑揚のない、少し甲高い感じの声がしました。いや、違いますけど。N さんは動転しながらも、そう答えました。すると、矢継ぎ早に。バツバツさんですか？ N さんは思わずドアノブを固く握りしめていたそうです。なぜなら、扉の向こうには人の気配がなかったからです。マルバツさんですか？この名前はすべてカナです。N さんはパニック状態で、ある一人の名前以外は全然覚えていないとのことです。丸三角さんですか？ドア越しに初めて聞き覚えのある名前が告げられました。あんた、一体誰なんだ？ N さんは、恐怖に飲まれまいと、怒鳴り声を上げたそうです。死神です。その、のっぺりとした声をかき消すように、N さんはうなり声を上げながら、ドアを蹴って、外に出ました。そしたらさ、トイレには誰もいなかったんだよ。それって、たちの悪い、肩叩きみたいなもんですかね。私は、一人でトイレに行くことを想像して、皮肉めいた口調で聞きました。どうだろうね。N さんは、感慨深げに、遠い目をして言いました。丸三角はさ、本社に勤めていた時の上司なんだよね。あの一年前に、自ら命を絶っているんだ。私は朝までトイレを我慢しました。課長、あれはまだ夜仕事をしていた頃、ボディーボードをやりに伊豆の海まで行こうということになった。お店の営業は深夜0時まで。後片付けをしたりなんだで、新宿を出たのはすでに1時くらいだったと思う。お酒が飲めなかった私は
助手席に、運転は友人、もう一人は後ろの席でビールを飲みつつ、そのうち眠ってしまった。順調に走り続けて、海の気配を感じつつ、話も尽きた頃、トンネルに差し掛かった。トンネルを抜けると、軽く左にカーブする道の正面に、白いパラソルを持った女の人が立っていた。白いドレスと白い帽子。ハイカラな人だな、と思いつつ、車は通り過ぎていった。少し走ってから、ふと時計を見ると、4時少し前。こんな時間に、さっきの女の人、何していたのかな、と思い、運転している友人に聞いてみた。さっき、トンネル抜けたところでさ、言いかける私を遮るように、言わないで、と友人は言った。なんだか必死に言うので、きっと友人もさっきの女の人を見て怖くなっているのかなって思った。うん、ごめん。私はそれ以上話をするのをやめた。海に到着すると、そこはプライベートビーチ。バーベキューをしたり、花火をしたりと、楽しく遊んで帰路に着いた。半年くらい過ぎてから、その友人に会ったとき、もう聞いてもいいかな、と思い、あの日のことを聞いてみた。ねえ、伊豆に行ったときのことを聞いてもいい？すると彼女は、すぐ気がついたようだ。あのトンネルを出たとき、何か見たんでしょ？と私。うん。おかっぱ頭の女の子がいた。友人は答えた。え？白いドレスの女の人じゃなかった？何それ？浴衣を着たおかっぱの女の子だったよ。同じ時間、同じ場所なのに、見た人が違う。例には波長があって、近い波長の人は見やすいという。私の波長と白いドレスの人。友人の波長には、おかっぱの女の子が会っていたんだろうか。なんだか、とても不思議な気分になった。後で調べてみると、そこは、錦ヶ浦という、例の出やすいところだと分かった。心霊スポットとか、あまり信じてはいなかったけど、今は少し信じているし、あまりそういうところには、行きたくはないと思う。